うぐいす、原たみき。梅の花が咲き始めました。学校の門のところにある梅も、公園の池のほとりにある梅も、静かに花を開きました。有事の家の庭の白梅も咲きました。花に日が当たると白い花はパッと嬉しそうに輝きます。日陰の枝にある花は静かに青空を眺めています。梅の花はみんなじっと何かを待っているようでした。有事の家の庭先に、ある朝ウグイスがやってきました。ほーほけきょ、ほーほけきょ。ウグイスは梅の枝に止まって、二声三声さえずりましたが、すぐに塀を飛び越えてどこかへ飛んでいってしまいました。その翌朝もまたウグイスがやってきました。今度はユージの家の庭が気に入ったのか、少しゆっくりしているようでした。ウグイスは梅の木の枝から枝へ上手に飛び移って遊んでいましたが、しばらくするとまた塀を飛び越して行ってしまいました。ウグイスは毎朝やってきて、だんだんユージの家の庭を好きになるようでした。縁側の方からユージたちが見ていても、慌てて逃げ出すようなことはありません。日曜日の朝でした。よし、あのウグイスを一つ写真に写してやろう、とユージの父は早速カメラを持って縁側に現れました。撮れた撮れた、うまく撮れたぞ。父は嬉しそうでした。ユージもどんな写真ができるのか早く見たくてたまりませんでした。5日ほどしてウグイスの写真は出来上がりました。それは庭の黒塀と梅の枝が黒く写っていて、白い花とウグイスの姿がくっきりと浮き出ている素晴らしい写真でした。ユージは父からその写真を1枚もらいました。けれども、その写真ができた頃からウグイスはユージの家の庭に姿を見せなくなりました。どうしたのかしら、どうしたのかしらとユージはしきりに寂しくなりました。ユージはウグイスの写真をポケットに入れて学校へ行きました。僕の家に来ていたウグイスだよ。そうかい、と山田くんは目を見張りました。ユージは山田くんを連れて家に戻ってきましたが、庭に来てみてもやはりウグイスはいませんでした。ユージと山田くんはその写真と庭の海の木を見比べて調べてみました。ちょうどあのウグイスが止まっていた枝が見つかりました。あそこのところに止まっていたのだね。うん、あそこのところだ。あそこのところに何か印をつけておこう。山田くんはポケットから白い紐を取り出しました。そしてそれをウグイスの止まっていた枝のところに結びつけました。